勝負！日本の班！おー！わかった！
どうして傘の先端に刃物がついてんだ? Next, I'm gonna blow your fucking brains out. What are you gonna do? You gonna cry to your mom? ねえ、あいつ何言ってるかずっとわかんないんだよ。おめえ何言ってるかわかんねえんだよ。そうよ。日本語喋るかクソ野郎。バカバカ。聞いてんのかこの野郎。ふざけやってよ。この鬼畜野郎が。 立てよんな。マザーフォッカー。あたいのそば荒らすんじゃないよ。何生意気なこと抜かしてんだこの小娘が。 娘だって。お前だよ。こんなイカサマトバク、俺がぶっ潰してやる。王女を死なせ。よいしょ。 お前を処刑しに来た。 誰だか知らないけど、いい度胸だ。 生きて返さないよ。 覚悟しや。 舐めたらあかんじゃ。 Come on!
あたいがやられるなんてね。あんた何もさ。私は一秒たりともお前を忘れることはなかった。ずいぶん悪いことしてきたからね。いちいち覚えてないよ。地獄でゆっくり思い出すがいい。我、神の名において審判を下す。何時らに罪なし。ユキ、大丈夫か？怪我ないか？うん。傘の具合はどうだった？不備はなかったか？うん、うまくいったよ。そうか、じゃあよかった。ねえパパ。うん。こいつを殺したこと、ママは喜んでくれるよね。あ、きっと喜んでくれてるよ。雪でいてね。そんなの分かってるよ。そうよね。変だよ。あ、ごめん。食べよ。うん。食べよ。パパ取ってね。ね。取って。パパ。うん。Bye.
先生が超能力を見せてやる。よく見とけ。仕上がってたく、あいつらに先生を敬う気持ちがないのかってんだ。生徒と来たら散らかし放題だな。勝たせっつんだ。何に使うんだこれは。誰だ。隠れてないで出てきなさい。先生に愛の告白かなんつってね。いるのは分かってるんだぞ。出てきなさい。びっくりした。なんだ、お前生きてたのか。あの日からずっとお前たちを処刑するために生きてきた。なんでママを殺した。そうか、知らないのか。じゃあ一つだけ教えてやろう。お前はこの俺に殺されるんだよ。勝負だ。Thank you.
神の名において審判を下す。Thank you.
Yuki! Papa! Are you okay? Yes. Thank you. すまない。お前一人に任せきりで本当にすまないと思ってる。この足さえ動けば自分が情けない。違うよ。 痛いよ。
すいませんでした。あなたには本当にひどいことをしたと思ってます。謝ったところで許してもらえることじゃないと分かってます。だけど、これだけは聞いてください。あの時、私は殺しの手を貸す気なんか全くなかったんです。本当です。私は金庫破りの専門をやってたんですけど、あの時も、あなたの家の鍵を開けるだけでいいってただそう言われたのに参加しただけなんです。なんでママを殺した？殺せない。私は殺せなんかいない。金で雇われただけなんです。覚えてないですか？私は何もしてなかったね。私は殺せなんかいない。殺せなんかいない。信じてください。どうすることもできなかったんです。殺せない。お願いします。
うか私を殺さないでください。あいつらとはあれから一度も会ってません。あんな家業から足を払って今ではこうして真面目に働いているんです。それに私には妻と息子がいるんです。2歳になる息子です。ようやく手に入れた大事な家族なんです。あなたの気持ちはよくわかります。だけど私がいなくなったらこの子は家族は路頭に迷ってしまうんです。お願いします。どうかあなたに人を思う心があるならお願いします。殺さないでください。一生かけて罪を償います。だから許してください。苦しい思いをしてきたんだ。ひどい、非難ごうごう。っていうかあんなに謝ってんのに殺すことないじゃん。お前はじゃーん、エルちゃん登場。あ、ねえ、いいもん見せてあげるからちょっと待ってね。どこにあるかな。
近づいたか。寝てなさい。大丈夫。ほら、まだ傷が。大丈夫だから。ゆき。3人目も処刑したよ。でも4人目が襲ってきた。そうか、奴らもこちらの動きに気がついたってことだな。私ね、夢を見たの。夢？そう、貼り付けにされたママの顔がまるで…ただの夢だ。体が疲れてるから怖い夢見るんだよ。今は休んだ方がいい。エルちゃんまたまた登場。パパ。おいゴシロリ出てこい。ほら、もうエルちゃんかくれんぼしに来たんじゃないんだからね。もうどこだよ。
店？渋谷か、今行けないんだよね。そっか。邪魔すんじゃねえよ。ごめんね、ゆうや。男っぽいなんてしてないから。ゴスロリが目の前にいるんだよ。写メ撮っておくんね。はい、チーズ。おー、ゴスロリちゃんだ。取れたんだけどさっき送れなくてさ、うん、後で開くんね、うん、そうそうそう。あ、そうだ、渋谷にさ、しゃぶしゃぶの食べ放題できたの知ってる？ちょっと待ってね。待って！あ、もしもし、ごめんね、うん、そうそう、いくらだっけな、1980円だった気がする。うん、今度食べ行こうよ。うん、まずこのパン。これもまずい。もうすぐ終わるから。ん？あとどれぐらいでいけるかな。1分23分。いやでもな、もうちょっとかかるかもしれないな。だから5分ぐらいかな。うん、そうだ。あ、でもエルちゃんバカだから、道に迷ったらもうちょっと遅れるかもしれないな。今やりたいって言ったの分かんなかったの。ゆうや聞いてないわけ。さっき言ったじゃん。しかもゴスロリの声だって言ったじゃん。我、神の名において審判を下す。何じらに罪なし。あんたって本当
同じ血が流れてるんだもんね。Yuki? Yuki? あと一人処刑すれば全てが終わるよ。やめよう。もうやめよう。家族を失い、お前まで失いたくないんだよ。パパ！あ、Yuki?もうこれ以上お前の体が傷ついていくのを見ていられないんだよ。もうやめよう。あと一人だよパパ。ママの復讐ができれば私は死んでもいい。ユキ！ユキ！ユキ！よく来たね。僕が最後だよ、ユキ。僕を倒せばママへの復讐は終わるよね。なぜママを殺した？え？まだわからないの？じゃあ教えてあげるよ。僕を倒したらね。お前を処刑する。
わいそうに。まだ力の使い方を知らないんだね。それじゃあ面白くないよ。ここで一つゲームをしようよ。僕が本当のユキを呼び覚ましてあげる。上を見てみなよ。さあ、ゲームスタート。ダメだよ。ほらほら、そんなんじゃ僕を倒せないよ。どうしたの？ほらほら。何の使ってるんだ。よく4人を殺してきたね。ユキ、ロープを離せ。ほら、ねえ、遊ぼうよ。Yeah!
もう終わりにしよう。そういえば君のママも同じ目をしていたな。美しい。これこそが僕が求めていた姿だ。ご覧、たくさんの悪魔を殺してきた僕の勲章だよ。一つ一つに思い出がある。ほら、ママの紋章もあるよ。ママも素晴らしい悪魔だった。さあ、君も僕の中で生きるんだ。光栄だろ。Ha ha ha!
まだわからないみたいだね。じゃあ僕から行くよ。ほら。ほら、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 ほら。もうすぐ死ぬ。でも君の戦いは終わらない。先に地獄で待ってる。Thank you.
我、神の名において審判を下す。何時らに罪なし。光がまた光、今宵の狩りを始める。